待望の民生プロジェクト旧都地下鉄の改修が本格的に動き出しました。工事を請け負ったビジョンコーポレーションの代表にインタビューする機会をいただき光栄です。チャールズ・パールマンさん、本日中に旧都付近の工事エリア、通称カンバス通りで爆破解体が行われるそうですね。工事の全体的な流れを簡単にご説明いただけますでしょうか。若者よ、良い質問だ。旧都陥落後、崩壊した地下鉄路線は新エリートの交通と発展を阻む大きな問題となった。この問題を解決するには、壊れた古い地下鉄の残骸を完全に除去した上で新しい地下鉄を作らねばなら。そこで爆破解体を行うべく、我が社は採算を度外視し、高純度の工業用エーテル爆薬を大量に発注した。なるほど。ですが現在カンバス通りと都市部の間は通行不能となっています。どのように爆薬を輸送するおつもりでしょうか。ごもっとも。しかし我が社には文字通りビジョンがあるのだ。その点についても織り込み済みである。このデジタルマップを見たまえ。我々は現在デッドエンドホロー入り口に設けられた爆破解体本部にいる。マップ上の赤い箇所が工事における爆破エリアだ。新エリートと爆破エリアをつなぐトンネルは強制ホローであるデッドエンドホローの存在により完全にホローに飲み込まれている。幸い一部ではあるが、デッドエンドホロー内にはまだ使える路線が残っている。よって我が社は爆薬を特製の列車に積み、ホロー経由で輸送することにした。そしてエーテリアスを回避するために最新の注意と工夫を重ね、爆薬の大部分を爆破エリアへ輸送することに成功したのである。安心したまえ。特別な起爆装置や外部からの強力な干渉がない限り、決して爆発はせんよ。現場をお見せしたいところだが、あいにく爆破エリア全体で民間の信号を遮断していてな。干渉による誤爆を防ぐためにはやむを得ん。今もなお通信が可能なのは我々専用の周波数帯を使う設備のみだ。爆破エリアから住民を避難させただけでなく、さらに保険として信号の遮断まで行うとは、御社の辛抱遠慮ぶりには感心するばかりです。そうだろうとも。我々ビジョンが目指すのは新エリート全ての住民の幸福なのだからな。数ヶ月前、ビジョンは競争入札により、この度の旧地下鉄関連工事の請負を勝ち取りました。ビジョンはより短期間低コストでの完成を約束し、下馬評で勝っていた白木重工に大差をつけて落札したのです。我々の特派員も白木重工の関係者に連絡を試みましたが、残念ながらお話を伺うことはできませんでした。パールマさん、今回業界の新星である白木重工に見事入札で勝利されました。何かコメントはありますか。ああ、白木重工は我々も非常に尊敬している相手であり、見習うべき同業者でもある。彼らもきっと次回は良い結果を出せるだろう。では次にプロジェクトにおけるコスト削減の秘訣をお聞かせください。今回のインタビューにそんな質問はないはずだが。どういうことでしょう。いや私がもらったカンペにそんな質問は。パールマンさん、これは生中継です。パールマンが申し上げたいのは、ビジョンがこのプロジェクトにおいて決して不正なコスト削減を行っていないということです。今回の爆破解体にはパールマン直々に現場に向かい、市民の皆様の代わりに最後の瞬間まで立ち会う予定でございます。そうとも。これから技術スタッフとともに列車で爆破エリアの監視拠点に向かうつもりだ。工事が行われる場所はホローの近くで、しかも大勢の人員を移動させる必要がある。
やっぱりトップス財政ユニオン入りを目指す企業はやることが違うね。警報、街道カメラにて何者かが本店へ急速に接近しているのを確認。推測、トイレを借りたい。レンタルしたビデオの期限が迫っている。本店に対し悪さを企んでいる。お客さんが来ただけだろ、僕が寝よ。何よ、変な言い方しちゃって。花が、このだるまみたいなおっさんを信じちゃダメだ。こいつは嘘をついてる。あんたたち、ドアを開けるならちゃんとニャーって声をかけて。すっ転んじゃったぞ。ニャー。いらっしゃいませ。ここは六分街で一番のビデオ屋だよ。お客さん、どんなビデオをお求めですか？新しく7710と彼の猫が入荷しましたよ。それってどんな映画？面白いの？って違う。そんなことしてる場合じゃないぞ。わかってる。あんたたちはパイトーン。プロ騎士のあんたたちに依頼がしたいんだ。プロ騎士って何？プロ仕様の騎士め？食べ物だったら雑貨店ワンフォーワンがおすすめだよ。待って、警戒しなくていい。私は猫股。ニコに言われてあんたたちを探しに来た。悪いやつじゃないぞ。ニコってどのニコのこと？その人がここの会員なの？ジャトヤのニコだって。何でも屋のジャトヤの社長。ほら、あの子のボンプだ。これで信じてくれたか？偽物ってわけじゃなさそう。確かにニコが使ってるあのボンプだね。本当にニコのお友達？彼女たちは今どこにいるの？さっきのニュースで言ってたとこ、ビジョンの爆破エリアにいる。あのおっさんは全員を避難させたって言ったけど、本当はそうじゃないんだ。なぜだろう、あまり驚きではない。よりにもよってこんな時に。ビジョンの工事現場で一体何をしてたの？探し物だ。依頼したのは私。それに関賀組がケチをつけてきて、もみくちゃになって。とにかく人がぎゅうぎゅうで魚の缶詰みたいだった。待って、ゆっくり話してよ。ニコたちと魚の缶詰に何か関係があるの？うまく説明できないぞ。そうだ、ニコのポンプ。あの中にここ数日の視覚データが保存されてるはずだ。それを見ればきっとわかる。それは難しいと思うな。所有者のニコにしか視覚データのエクスポートはできないから。どうしても取り出すならマルセルグループに問い合わせないといけないしね。ピー。
フェアリーなら何か方法を知っているのかも。何か言ったか？フェアリー？あ、いやいや、何のことかな。その、フェアリー、ちょっと手伝ってくれない？ボンプの中のデータって取り出せる？確認。指示の内容ですが、ボンプ内部の視覚記録を出力することで間違いありませんか？いや、今誰か喋ったような。他にも誰かいるの？あはは、新しくインストールした PC アシスタントの声かな。どう、フェアリー、データは取り出せそう？ボンプ内部で直近数日間の視覚データを検索中。自分がバカだった、もっと早くフェアリーを頼るべきだったとおっしゃってください。私がバカだったって、ちょっと調子に乗らないで。
止まれ。シルバーヘッドの兄貴、今敵を取ってやるからな。動くな。はいはい、私は動かないわよ。二人とも落ち着きなさい。はい、深呼吸。関ヶ組のお兄さんたち、おかしいと思わないわけ？お宅のボスがああなったのはエーテル侵食のせいよ。私たちジャトヤのせいじゃないわ。だから何だってんだ？だからこれ以上間違ったことに命を懸けるのはやめて、その時間でもっと自分たちのことを考えましょう。このアタッシュケースにジャトヤの全財産が入ってる。お見舞い金として半分あげるから、私たちは今日会わなかったことにするの。どう？中身を確認するのが先だ。それはこっちでやる。そいつはどうやって開けるんだ？左に4、右に7、カチって音が開いた証拠よ。時の心得その1、知らない人から最初に提案されることは大体罠である。この2個の財布からお金を取ろうなんて100年早いわ。じゃあ私なら、ストリートをうろつく時の心得その2、安易に背中を見せてはならない。さっきの爆発音はあっちからだ。ついてこい。ストリートをうろっ、さっきの爆発音はあっちからだ。ついてこい。使えねえ野郎が二人やられた。遠くには行ってねえはずだ。今すぐ追え。もうちょっとでバレるところだった。私を待ち伏せしてたわけじゃないの？あんた関ヶ組？その逆、私はあんたと同じ関ヶ組の被害者。猫宮真奈、猫又って呼んでくれていいぞ。ジャトヤに依頼を出したくって。でもその前にまずはここを離れよう。ニコの親分、いつになったら戻ってくんだ？まさか関ヶ組の連中に捕まったんじゃ。ニコならきっと臨機応変に対応できるけど、楽観視できない状況なのも事実。私たち最近関ヶ組に目をつけられているから。はあ、だよな。店長から金庫の出所調査を頼まれてなかったら、あいつらの縄張りになんか近づきたくもね。ところでビリー、本当に風邪をひいたの？あなたがくしゃみで私たちの位置を教えていなかったら、こうして二手に分かれることもなかったのに。ああ、今使ってるオイル寒いと固まるんだよ。おかげで発生ギアの調子がいまいちだぜ。ゆうべちゃんと服を着ないでオーハニーを見てたんでしょ？ニコ、オイル無事だったのか？今ホローの方から出てきたように見えたが、こちらの子猫ちゃんは？猫又って呼んで、新しい依頼人だ。くぅ、さすがニコの親分、こんな状況でも依頼を引き受けるとは尊敬するぜ。あなたが自分からニコに頼んだの？警戒しなくてもいいわ、アンビー。猫又が私をホローから連れ出してくれなかったら、今頃まだ関ヶ組の縄張りに閉じ込められてたわ。そうそう、警戒しなくていいぞ。私もあんたたちと同じ立場だ。私には関ヶ組から取り返さなきゃいけないものがある。数年前、関ヶ組のボスシルバーヘッドミゲルが私の家族の形見を奪われたの。それを取り戻すために私は奴らの縄張りに潜入したんだけど、ずっと手を出せる機会がなかったんだ。つまりあんたの家族の形見を取り戻してほしいってことね。
ちょっと厄介ね。確かに今関ヶ組は混乱してるけど、あんたも見たでしょ。私たちシルバーヘッドが死んだことで連中に因縁をつけられてるの。まあ和をもって尊しとなすって言うじゃない。だからしばらくは。あの形見すっごく価値のあるものなんだけどな。そのうち 30% を報酬にしてあげる。場合によっては 70% にしたっていいぞ。価値があるですって。詳しく。ニコ、一言いい。この依頼は危険だと思う。報酬の金額よりも依頼人の誠意を確認する方が大事。私の誠意は食べ放題のサバよりもずっと多いぞ。そう。でも映画だとこういうタイミングで仲間になる人には裏があるって相場が決まってるの。後になった恐ろしい幽霊になったり、体の中からモンスターが出てきたりする。私の体にモンスターなんかいない。触って確かめてみるか。いいえ結構よ。それと間違えないで。あなたが気にするべきは体の中にモンスターがいるかどうかではなく、私の信頼を勝ち取れるかどうかよ。まさかアンビーが猫嫌いだったとはな。待った、向こうの路地から足音がするぜ。見つけたぞ、ジャトヤメ。ぶっ殺してやる。お前は。ああ、はあ、危なかった。まさか関ヶ組のやつが近くまで来てたなんて。もし大声を出されてたらまずいことになってた。おお、子猫ちゃん、やるじゃねえか。一撃でこいつらを気絶させちまうなんて、なかなかの腕前だぜ。えへん、関ヶ組の悪いやつを倒したぞ。すっごく頑張ったんだから。ビリー、顎の下をなでなでしてあげて。どうかしら、アンビー。これで猫股の誠意とやらは確かめられた？手際がいいし、力加減もぴったり。でも、相手の反応が引っかかるわ。まるで彼女のことを最初から知ってたみたいだった。そんなの当たり前でしょ。家族の形見を探すために、あいつらとは何度もやり合ったんだ。顔くらい覚えられてても仕方ないじゃん。でもその甲斐あって奴らの拠点を全て割り出せたぞ。私の調査によると、関ヶ組は貴重品を全部で3つの拠点に分けて保管してる。その中のどれかに私の家族の形見があるはずだ。それに偶然3カ所とも最近多発してるホロー災害に巻き込まれてるんだ。関ヶ組は人手不足で、まだ中のものを運び出せていないみたい。うむ、確かに絶好のチャンスね。よし、猫股、私がジャトヤを代表してあんたの依頼を引き受けるわ。あんたは関ヶ組の拠点に関する情報を握ってるし、戦闘もこなせるみたいだから、当分私たちと行動してちょうだい。いい？わかった。私も一刻も早く家族の形見を取り戻したい。これで決まりね。各自準備を済ませてからホローの近くで落ち合いましょう。猫股から連絡が来たわ。もうすぐ着くみたい。ニコ、本当に大丈夫？彼女の戦い方、なんだか見覚えがあった。裏の世界で生きてきた人間にしか持ち得ない技術をたくさん持ってたわ。でも決めるのはニコだから、私はあなたの判断に従う。アンビ、お前のその気持ちわかるぜ。私が先だったんだってな。何を言ってるのかわからないわ。何を言ってるのかわからないわ。でも損はないんじゃないかしら。私がいる限り、あの子猫ちゃんが何を企んでたとしても逃げられやしないわ。それに最近確かに関ヶ組の残党に邪魔されることも増えたし、そっちも懲らしめ時ってわけ。私たちには使命があることを忘れないで。
バエトーンのために金庫の裏に隠された真実を突き止めるの。たとえ猫股と関賀組が分けありだったとしても、あの子は関賀組の拠点を把握してる。金庫の情報を得る絶好のチャンスよ。その上で悪くない報酬も得られるなら願ったり叶ったりじゃない？ニコの親分、そんな先の言葉で考えてたなんて。ただいま、みんなお待たせ。って私、面白いとこを見逃しちゃった？いえ、まったく。あんたが来たら早速調査を始めましょうって言ってたとこよ。そういうことなら今すぐ出発しよう。最初の拠点に案内するから私についてきて。炎に入ったぞ。みんな気をつけろよ。大丈夫、この辺はよく知ってるから私についてきて。関ヶ組の拠点はもうすぐだ。あとエーテリアスを何体か倒せばすぐに着くぞ。数時間は経つってのに受け取り役はまだ来ねえのか。これ以上待っても来なかったらバックレてやる。大地、組に残されたブツなんざたかが知れてる。はした金にもならねえよ。あんなもんのために化け物になる必要なんてねえ。たとえエーテリアス化しなかったところで重度侵食体になっちまったら終わりなんだぜ。フォローから助け出されたところでどの道死ぬんだ。もう数分だけ待ってみようぜ。た、モスがいなくなってからうちの組はめちゃくちゃだ。はあ、昨日もまた3人消えたそうだ。たった1週間で20人も兄弟が組を抜けたことになる。まさかとは思うが、残った間抜けはついに俺たちだけになったのか。さあな。なあ、うちの国は一体いつからこんなふぬけになっちまったんだ。カンバス通りでのし上がり始めた頃はみんなでっけえ志があったのによ。それがどうだ、今や抜け殻当然じゃねえか。聞くところによると俺たちが旗揚げしたあの場所も爆破エリアに含まれてるらしい。じけこっぱみじんになるとさ。猫股、猫股ってば。うにゃ、どうかした？あんたのこと、もう5回は呼んだのよ。関ヶ組のしょうもない昔話が、そんなに気になるわけ？家族の形見と関係のある話でもなかったのに、ずいぶん熱心に聞いてた。もしかして、何か特別な理由でもあるの？ちゃんちゃらおかしな質問だ。私は子猫ちゃんなんだから、いろんなものに気を取られてなんぼでしょ？アンビーこそ、なんだか私のこと、意識しすぎてない？それはさておき、ニコの親分も聞いてたけどよ。あん中に家族の形見が残ってる可能性はあるか？もちろんあるぞ。
あんな世間知らずの小魚ちゃんたちに真のお宝の何たるかがわかるはずもないし。よし、そうときたら金目のじゃなくて依頼人のものがあそこにないか念入りに探すわよ。ほらほら、受け取り役とやらが来る前に門番たちをパパッとやっちゃいましょう。ここに来たぞ。盗んだ宝を返してもらおうぜ。リーリー、余計なこと言ってないで戦いなさい。警告、脅威ユニットフォロー嵐札付き殴り屋を発見。対象は格闘術を駆使した正面突破を得意とします。長期戦を回避し速やかに決着をつけてください。あんたらサイトで遊んでて。よっ、グッドエンド。古い雑誌、ボロい灰皿。くっそ、なんで靴下なんて入ってんのよ。あー気持ち悪い。関ヶ組のやつらなんてもの保管してんの。おお、見つけたぞ。何か見つけた？もしかして猫股の家族の形見？大いにありえるぞ。子猫ちゃんの探してる形見がこのキラキラ輝くここ10年で最高最強のスターライトナイト限定バッジなら。開いた。これは猫股の代理よ。さっさとその手に持ってるガラクタを戻しなさい。それにしてもあんた硬すぎでしょ。手が痛いじゃない。次からはもっと分厚いセーターとか着なさいよね。お母さんが編んでくれるようなやつ。分厚いセーターなんて着たらビリーが痛みを感じられなくなっちゃう。それもそうね。やっぱり着なくていいわ。ここはアンビーに感謝するところか。猫また、そっちはどう？何か良さげな手がかりはあった？あったあった。どれどれ、この良さげなお財布には一体いくら入ってるのかな。あ、それ私の。箱の中身を確認してた隙にあなたが取ったの。ムスッとして嫌そうに探してたのは誰だったやら。あれ、おかしいぞ。なんであんたの財布にニコの写真が。それは3人で取ったのよ。今すぐ返しなさい、さもないと。もう刀を下ろして。アンビー、猫股も財布をアンビーに返しなさい。ねえ猫股、この拠点はまんべんなく探してみたけど
このまま価値のありそうなものを片っ端からあんたに見てもらってたら拉致が開かないと思わない？そもそもあんたの家族の形見って一体何なのよ？あ、確かに。どういうわけか今の今まで聞くのを忘れてたぜ。他の何でも屋になら教えてあげてもいいけど、じゃあドヤはな。ちょっとどういう意味？その言葉聞き捨てならないわ。この前口コミブログでジャドヤの評判をよく調べたんだけど、あんたたち苦情を言いたいランキングトップ3に入ってたぞ。トップ50のコメントは全部依頼の品が壊れた、必要以上のダメージ、なんなら持ち逃げされたみたいな内容だった。ほら見て、ご丁寧に写真までついてるのがたくさん。反論の余地もねえな。でも落ち込まなくていいぞ。私はジャドヤの実力を信じた。それにあんたたちは私の恩人でもあるんだから。お？というと？口コミブログで見たんだ。シルバーヘッドをフォローにおびき寄せて撃退したのはあんたたちだって。え？フォローにおびき寄せて撃退って、俺たちそんなすげえことやってたっけな。そうよ。私たちにかかればシルバーヘッドみたいな強者だってイチコロなんだから、形見一つ探すくらいどうってことないわ。安心して私たちに任せなさい。あんたは私たちの大事な顧客よ。依頼が終わったらビリーが盛大におごってあげるから。よっしゃー、親分のおごり。って待った、なんで俺のおごりに？あら、こないだみんなをスターライトナイトのテーマレストランに連れてってくれるって言ってたわよね。あれはどこの誰だったかしら？わかったよ。だがこれだけは約束してくれ。今回こそ一緒に店の前で記念撮影だからな。当然4人でスターライトキックのポーズだ。誘ってくれるのは嬉しいけど、ご飯はお断りさせてもらおうかな。え、なんでだよ。確か猫のシリオンは信頼する人としか一緒に食事をしないって聞いたこともある。さっきは恩人って言ってた気もするが、悪かったよ子猫ちゃん、まだ距離感がつかめてなくてな。シリオンの変な習性なんてどれもただの噂だ。私は好き嫌いが多くてヒーローものにも興味がないってだけ。ごめん。そう？まあ無理にとは言わないけど。そんなことはいいのよ。今は猫股の家族の形見を探すのが先。早く次の拠点に向かいましょう。猫股、道案内よろしくね。
組の拠点か？道を間違えたんじゃねえよな。一っ子一人いねえぞ。見て、地面に何か焼け焦げたものがある。本みたいに見えるけど違うわ。これは帳簿ね。帳簿？それって割と大事なもんだろ。ニコの親分なんかちっとも俺に見せてくれねえし。連中、そんなもんまで処分しなきゃならなかったのか。関ヶ組は今や抜け殻同然。残った組員が過去をきれいさっぱり捨てたいなら、こういうのを処理しておくのは賢明ね。とにかく猫股の形見はなさそうね。私の形見じゃない、家族の形見。わざと意地悪言ってるのか。二人ともそれくらいにして。ここに猫股の探し物がないなら最後の拠点に行きましょう。場所は？さっきの門番たちも言ってたけど、関ヶ組はカンバス通りで旗揚げしたんだ。最後の拠点はその近く、デッドエンドホローの中なの。私についてきて。ちょっとタンマ、デッドエンドホローですって知ってるのか、ニコの親分？もうニュースで見たことくらいあるでしょ。ここ最近ビジョンは地下鉄改修プロジェクトのために爆薬を爆破エリアに運んでる。それがデッドエンドホローを経由してるのよ。はあ、思い出したぜ。確かそこに妖警戒エーテリアスがたむろしてるとかで、ビジョンはうまいこと爆薬を運べてねえんだろ。ねえ、その通りよ。デッドエンドブッチャーっていうエーテリアスを殲滅してホローを縮めることで爆破エリアへの安全なルートを確保する。それがビジョンの目算だったわ。でも予想以上にそいつが強かったから、仕方なくホロー経由で爆薬を運ぶことにしたみたい。猫また、要警戒のエーテリアスがいるホローに行くなんて聞いてないわよ。依頼についてもう一度話し合う必要があるわ。もちろん手付金は返さないけどね。にゃ、そうなの？持ち前の知恵と勇気で関ヶ組を壊滅に追い込んだあの仁義を重んじるジャトヤなら、たとえ虎の穴、いや竜の巣でもきっと臆せず立ち向かってくれると思ってたのに。いやー、関ヶ組を壊滅に追い込んだなんて、そんな。けどそんなジャトヤもデッドエンドブッチャーの悪名の前にはこのざまか。がっかり。他を当たってみるしかないな。でも大丈夫、私の家族の形見はすっごく価値があるから、いくらふっかけられたって余裕で払えるぞ。早速口コミブログのオフライン版を開いて、好順で並べ替えをポチッと。待ちなさいよ。別に依頼を途中で投げるなんて一言も言ってないでしょ。私が言いたいのはね、ハイリスクな仕事ならもっと専門的な行動プランとか、より優れた装備とか一通りの支援設備とか、とにかくもういろいろと必要で。ああ、追加料金が欲しいってこと？それを早く言ってよ。依頼料の2割、いや3割増しでどうだ？オッケー、取引成立よ。ニコの親分、そんな軽いノリで大丈夫かよ。バカね、私たちはあくまでも物探しに行くだけで、あのエーテリアスと決闘しに行くわけじゃないのよ。あんなやつ避けちゃえばいいんだわ。何がデッドエンドハローよ、クライアントがご所望なのよ。明日にでも乗り込んでやろうじゃないの。本当？やったー。それじゃあ私の家族の形見は任せたにゃ。
誰がデッドエンドファローよ。クライアントがご所望なのよ。明日にでも乗り込んでやろうじゃないの。本当？やったー。さ、私の家族の形見は任せたにゃ。猫をかぶってる自分を見るのがこんなに恥ずかしいなんて。あのニャってわざとだったの？いやいや、猫のシリオンはみんなこんな感じだ。にゃーん。状況は大体わかったよ。あんたは今日、ニコたちと関ヶ組の拠点を探しに、デッドエンドホローに向かったんだね。そう、それからもいろいろあって、とにかくニコたちは今、爆破エリアにいる。マスター、ただいまニュースチャンネルにて今回の依頼に関連しているとみられる情報が放送されています。お見逃しなく。続報です。生中継でお送りいたします。まもなくビジョンの最後の輸送列車が出発し、デッドエンドホローへと入ります。情報によると、この無人列車は自動運転モードで走行し、爆破解体に使う最後の爆薬を目的地まで輸送するとのことです。列車が到着し次第、現場の監視拠点に控えているパールマンさん自ら指示を出し、爆破解体が実施される予定です。パールマンさんは爆破解体の準備が整った。マスター、情報によると、この無人列車が到着し次第、現場の監視拠点に控えているパールマンさん自ら指示を出し、爆破解体が実施される予定です。パールマンさんは爆破解体の準備が整ったことを確認してから、技術スタッフとともに現場から撤収、市街地の本部に戻るようです。まずい、最後の列車がもう発車しちゃう。視覚記録の続きを見てる時間はないぞ。なんとかして爆発を阻止しないと、ニコが埋め立て地の灰になっちゃう。どうやって？みんなの前で列車を止めちゃったりなんかしたら、その場で治安局に捕まるのがオチだよ。事態を通報するのが一番だけど、ニコたちがホローレイダーをやってることもバレる。提案。いっそホローの中で列車を止めるのはいかがでしょう。そっか、外から直接ホローの中の様子は探知できないんだから、捕まる心配もないぞ。うん、今からデッドエンドホローに潜入して、列車が必ず通る道を阻むことができれば、確かに理論上は可能だ。フェアリー、列車の位置をリアルタイムで把握できる？可能。目標車両までの安全なルートを計算しています。よし、今回は緊急事態だ。デッドエンドホローの中で列車を止める方法を探してみよう。にゃ。Thank you.